小槌チャンネルへいつも来てくれてありがとうございます、うん、チャンネル登録してくれると大変嬉しいなと思います。まあ世の中にはですね、偉大な人物っていっぱいいますよね、うん、偉大な人物っていっぱいいるんだけれども、うん、結構こういう人物って極端から極端に走ってる時もいると思うんですよ。やっぱ面白いことあるね。それから、この前野口英世の話を、あの千円札の野口英世のこともちょっと千円札絡みで喋らないかんかいなと思って、もう一回電気やらを読み直したりしたら、むちゃくちゃ面白いってね、あの僕ら子供の頃は偉人伝言うとすぐ野口英世の、そうですね、よく勉強した人と、うん、ほんでそれはなんていうの、綺麗事だけが書いてあるような、そうです ねみんなから助けてもらってと、そうそういう話やから、あんまり心にも残らなかったという、残らなかったですね僕らね。そうなんですか、ええ、だけども実際にそのもっと詳しいのを読むと、こら面白い人やなという、なかなかね、あの、うん、お父さんのグータラとか似てたとか聞きますね、うん、なんかお父さんは非常に酒飲みで、グータラでっていう、せやけど、あのそれから偉人伝の時でも、そういう伝記の時でも、お母さんは、お母さんはこれ全然文字も読めへんのに、途中から産婆になるいうので、産婆の資格取るために字を覚えたりして、で、あの苦労して産婆になって、2000人ぐらい子供、あ、結構すごいですね。産婆って給料高かったんですかね、うん、給料よりも一回行きゃなんぼっていう、俺みんな子供が生まれることについて助けてもうてんやから、しっかりご祝儀も出るやろし、お金も出るやろし、それで息子を見たんですね、うん、それからそういうなんやねんけども、それからお母さんのことは非常にみんな褒めてあるけど、ドラマでは お父さんがひどいですね。 お父さんは腐されてんねんけども、そやけども、お父さんはの、あの血を受け継いでるっていうのはものすごいあるなというのは、結構放蕩ね、遊び好きやし、それから お金の使い方も荒っぽいしね、あの貧乏やのにね、そうですね、うん、で借金の天才って言われたんやけど、これはお父さんの血を受け継いでんやろと。借金やから返せできませんよね。返してる痕跡は一つもないわね。ひどいですねそれは、うん、だまあ子供の時にそのいろりに落ちて、それで1歳の時やな、ほんで左手を大やけどした、で結局そやけども、この大やけどしたんが全てその原動力になってんやな、野口英世の。ということは、ほうとうなのも、その左手のコンプレックスが来てるかもしれない。そう、そのコンプレックスがあるから、子供の時はものすごいいじめられたっていう話やし。ああ、聞きますね。ね。ほんで、ところが、まあ、あの、ようできたんと、それから、そのお母さんが、この手がこんなんやから、あの農作業やらできひんやから、あんたは学問で身を立てなさいっていうのを、お母さんが言うね。母親って聡明な人ですね。うん、なかなかそうやからね、うん、その文字も字も書けなかったっていうような人やのに、そういうようなことを言うんやからな、偉いよな。ほんまね。うん。それでまあ、あの学校入ったら結構まあ勉強して優秀やったから、ほんで小学校の教頭さんなんかが、そのままあの野尋常小学校で終わるのはもったいないって言うんで、高等小学校へ行くように勧めてくれて、みんなが金もらってみたいなエピソードがありますね、ほんでそんなんで、あ、高等小学校行くわな、ほんでそこでさ、あの作文にその手がその不自由なっていうことのコンプレックスのことをあの書くんやな、うん、そうなんですね。またそれをその読んだその京都さん、小林とかいう京都さんとか、それからその他の生徒やらも、みんな気の毒があって、ほんで募金運動が始まるの。あ、そうですね。でそのおかげで、手の手術をしてもらう、まあ、高等小学校に行けるから、結構金持ってる人もいたかもしれない、周りね、ほんで、その手術で、あのそのおかげで、やっぱりこれは自分は医者になろうと、その学者、あの学問で身を立てるにしてもっていう、そういう気持ちになるわけやな、なるほど、自分助けてもらったわけやからな、そうですね、やっぱ憧れたんでしょうな、ほんでその、あの手術してもうた渡辺っていうお医者さんの書生になるな、ああなるほど、弟子になるんですか、まあ言うたら、あ、まあそこへ住み込みの、で手伝いしながらあの、勉強させてもらうっていうあれになるわけな、だからなかなかそのやっぱり手のことがいろいろなきっかけになってるわけやな、ね、ほんでそこのそのお医者さんの友達に、歯医者さんで千脇森之助っていう、よく聞く名前ですね、この人、この人がものすごそのあの野口英世を助けるんやな。どのくらいですか。じゃあの、あの試験受けんなね。ああそうですね、うん、ほんで前期と後期とかあるんだけども、でその試験受けるために40円くれるわけ。40円も試験代かかるんですか。ほんでいや東京でその下宿したりせんなんて、ああなるほど、っていうんで、
ほんでまあ、その前期の試験は難なく合格したわけや、うんうんうん、ほんでそやけど、その40円もうて下宿に入ったら、うんうん、それを2ヶ月で使い切ってしまうね。当時言うたら20円からその自分のその巡査なんかでも15円とかそういう給料の時代やからね、うん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 、それからそれはそんなにすぐなくなるお金ではないんやけども、結局は遊びに行くわけな。まあ言うたら東京行って遊びをしるんですね。遊びやな、うん、女遊びやな、要するにな、ええ、うん、それで全然なくなって、ええ、ほんで後期試験受けられへんわけ、ほんで下宿もその追い出される、ええ、ああ金なくなって、うん、ほんでその結局その千葉木を頼ってやね、ええ、高等歯科学院っていう学校があんねんけど、歯医者の学校ですね、歯医者の学校ね、ええ、ほんでそこへそのなんとか雇ってくれるのを頼みに行くわけ、千葉木もまあ口添えしてくれんねんけども、院長がこいつあかんと思って却下するわけや、うん、あ、そうなんですね。だけど千葉木は一存で、そこの寄宿舎に住むとこないんやからな、住ます。ほんでついでにその小遣いみたいなことさ、学牧っていうね、一応今で用務員さんみたいなですね、用務員みたいな仕事をくれて、でそれが月3円とかそんな、だいぶ減りましたね。ああ、うん、ね、でそんなんで やってんねんけども、その後期試験受けるのに それでは受けられへんわけよ、お金が、うん、足りないから、ほんでなんとかって言うんで、ほんで自分でそのまたその院長のとこへ頼みに行って、それは千葉木が行けっていうことで、それで行って、ほんで5円に値上げしてもらうわけよ。あ、値上げ交渉したんですね。まあ、値上げ交渉してもらうわけよ、ほんでそんなんでなんとかまあ試験は、っていう言うんやけども、後期試験は実際にはその実技が伴うわけ、ね。ということは左手が悪い野口は辛いですね。そう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 。それともう一つは、もう一つ実技が伴ういうことはね、その自分はね、医者っていうのは打診、聴診器で当てるのと、それから手でこう、ね、ポンポンと叩いて打診っていうな、これすね、左手が不自由やから、やりにくいわけ。そりゃそうでしょうね。うん、ほんでこれでまたその手術をするのをその千葉木なんかが世話して、まあ手術ぐらいかかりますよね、うん、ほんでそれで手術したおかげでその後期試験合格する。あ、でもある程度回復したんですね。そうやね。ほんで21歳や、それがね、すごい人生やね。ほったらそれで正式に医者にはなれたわけ。よかったですね、臨床医って言って、実際に患者と接するのはやっぱり手が不自由やから、研究向きに行ったんですね。から言うので、それでもう研究ということで基礎医学の方を志すわけな、うん、なるほど。それで北里柴三郎っていうのがあれ有名な人ですね、すごい。あそこが伝染病研究所っていうのをやってるから、うんうん、そこへなんとか頼み込んで入るわけや、次の一千円札ですよね、北里。そうそうそうやね。そうなってくるとつながりが面白いですね、うんうん、その時に、その自分に坪内逍遥っていうその小説家の小説家ね、日本の近代小説の最初っていう、当世書生かたぎっていう、うんうん、本を出してるわけだ。ああ、なるほど。でそれを友達に勧められて読んだら、そこに野々口政策っていう主人公やね、それが。ほんで野口英世は、本名は野口政策ですね。ほんでその人物がまたその借金したり、もうものすごい自分と似てるわけ。似てますね、それは。ほんでこれはこの人物は、自分をモデルにしてるって思われると、この自分がもし有名になった時に、というので、で政策っていう名前はその変えないかんと、そういうことで、そしたらその千葉木アナが、政っていう秀代っていう二秀出るやな、っていう名前にせえって言うて、名前も千葉木がくれたですね、いうことに なって、ほんでさて戸籍を変えたいと思うと、その自分の戸籍はなかなか大変で、今でもで、ね、今でも大変やけどね、ほんでなんとかその変える手立てはないかっていうのを考えた時に、同じ政策っていう名前持ってるのが部落におったわけ、野口の。あ、そうなんですね、ほんでそれは野口と違うんですね、そやけども、それに頼み込んで野口っていう家へ無理やりその養子に行ってもろて、で野口政策っていう、ほんで同じ村に、
野口製作が2人おるから、うんうん、それから名前変えたいっていうそれ千脇がその手助けしたんですか。まあいやそれはあの自分のあれとちゃうか、うん、それからなかなかやりって作詞やね、無理やりや、でも賢いでしょ、それは賢いね、なかなかどうしたらええかっていう、うん、その名前もその小説のモデルと間違われんようにという、うん、とこから来てるわけですよ、うん、そういうとこも面白いよな。そうですね、だからね、うん、電気とかでは簡単に書いてみるとこ書いてますよ、あの電気とかでは、あ名前をね、ええ、うん、だけどそういう名前変えるにしてもそんな苦労があったんですね、なかなか苦労してるわけやし、うん、なるほど、うん、でそのね名前変えるまでのいきさつがその小説のモデルにあの似てるということで、古来館っていうことで、ね、面白い道徳ゲームが、うん、ね、なかなか朝から面白い、そういうのを読んでると、ええ、でまあ、 あのたまたまその自分のその、うん、あの勤めてるとこへ、うん、アメリカ人のフレクナーっていう教授が、うん、あの視察に来たわけ。そしたら滋賀清っていう人のこれあのね赤痢菌か、それ の調査に結果を見に来たわけやな。ほうほうほう。でその時にその野口では案内役になったわけや。あでその時にその機会を利用して、アメリカへ行きたいっていうのをあの頼むわけやな、そのあのフレクナーに。ほうほう、うん、で行くまでにねその、あの金作らないかんとかいろいろあるからね。それやっぱ千秋やってくれた。いやいや、ほんでその時に、あの伝染病研究所に勤めてるわけやから、そこの蔵書を勝手に持ち出して売ったりしてる、業務上横領と言うんだね。そうほんでそれで結局そこの伝染病研究所はクビになるわけ、ね、なるんですよね、それは、うん、ほんでその時に、まあ、あのかわいそうやっていうので、ほんで、横浜 の検疫所の検疫官の仕事を世話してもらうわけな。あ、そっち脇とかに伝染研究所の人に。あ、そうなんですね、うん、な、ほんでそこでそのたまたまその検疫してる時に、アメリカ丸っていう船が横浜へ入って、それでその中でペストの患者が出たわけ。あ、ペストね。それをその発見したんが、野口英世がその検疫官してる時にそのペストやっていうのを見つけたわけや。ああ、そう、すごいですねな、ほんでそれでその検疫官として優秀やっていうことになって、であのほんで そういうその検疫官の仕事絡みで、アメリカへ行けるような話が出てきたりするわけな。悪いことしてうまいこと言ったですね。そうほんでその時に支度金を検疫所から96円もうてるわけ。おお、もらいましたね。でこれもすぐその宝刀で吉原でも行ったんですね。遊んで、うん、あの使ってしまって、でこの行く費用を、これこそまた千脇が、あの都合してるわけよな。千脇さんすごいですね。緊急時6円も使って、やねんけどもどうしようという時にちょうどその、あの箱根で知り合った人が、あの娘をっていう話になって、で持参金300円前渡しでもろて、すごいですね。ほんでそれもすぐまた使い込んで、アメリカ行けないじゃないですか、ほんで結局千脇が、あの面倒見て千脇さん大変やね、これは。すごいよね、だからよっぽど見込んでんやな。そうですよな。僕聞いた話だと、千脇はこれが、あなたがろくでもない人間になるか、素晴らしい人間になるか、これにかかってると言って最後お金をくれたと聞きました。あ、まあ最後の300円やな、これでな。その時、その時あの野口英世は号泣したという話です。アメリカ行って、あのすぐにその行った先で、蛇の毒の解明をして、それで認められるんやな。だから僕の聞いた話だと全然似てないらしいですね、ほんでいろんなその秀吉というのはやっぱりものすごいその、ね、あの熱心に仕事する時はしたわけで、遊ぶ時は遊んで、それからそれとああいう研究は、あの大量 の例えば試験管でやるとか、あの作業がものすごいわけやな。だから寝る間がないっていう、ほんでまた周りからも野口っていう人はあの、寝ない人、日本人は寝んでも仕事ができるらしいっていうぐらいのそのイメージを作った人なんですね。評判ができるぐらい、あのやっぱり熱心にやったんやな。やるときはやるって言ってな、まあアメリカには吉原ないからね。ああ、それもあるかも。そやけどなんなとあるやろ。あるけど日本人には合わないかもしれない。つまり野口英世っていうのは、極端から極端に走った人なんですね、でそういう仕事の中で、
あのスピロヘーター相手梅毒のね、あ、うん、これ の, あの病原菌を発見したっていうことになって、これは後にはどうも、うん、あの誤りやったみたいな話なんやけど、だから野口英世っていうのはいろんなもんを発見してんやけども、あの今日はあのとにかくパッとそういうことを思いつくなり気がついたらすぐ論文書いてどんどん発表するから、ね、あのちゃんとしたもんあれば変なもんもあるわけや、まあ、それが今後の研究に生かされたんでしょう、うん、だからそれであの叩かれたりすると、うん、反論もするし、うん、それからその名声を維持せんならんっていうことで、うんうん、もう一生懸命になるということで、うんうんうん、まあ、そのまあ半分そういう脅迫観念があるわけな、なるほど、うん、だからそれもあの良かったんかもしれんけども、うんうん、それでそれからいろんなことで業績は上げるんやけども、うん、周りからの反発もあるから、うん、例えばその研究妨害されるような、例えばあの黄熱病の研究っていうのを、うんうん、あのやるっていうのが一番、その黄熱病で死んだっていうのが有名やけど、そうですね、黄熱病が流行ってそれをそのあの研究所から、あのエクアドルかな、どっかああいう南米やな、うん、南米ね、そこへ派遣されたりするんやけども、現地のあの人間なんかはどうもその野口の研究の あのあれが間違えてるっていうんで反発があって、それからその黄熱病に かかった患者の血やらを欲しいわけやんか、研究材料として、だからそういうのをよこさへんだり、いろいろそういう妨害があったりするやんな、だから直接行ったんですね。でそれであのメキシコやとかペルーやとか、ああいうとこへで結局黄熱病にかかんやん、そうですね、うん、ほんで黄熱病にかかって、ほんでそれが治んねんな。あ、治ったんですね。うん。割と軽くすんなんか、治ったと。おう。それでまあ安心して、またアフリカへ行ったりする、した時に、もう一回かかるわけや。それがダメだったんですね。ほんでこれがほんまの黄熱病で、うん、前のは結局黄熱病じゃなかったんや。なかったですか、似たやつだったんですね。うん、でそところが黄熱病にかかってるから、うん、いっぺんかかって治ってるから、うん、免疫があると、信じ込んでるわけや、野口は、うん、で周りのその学者なんかもあんたはいっぺんかかってるから大丈夫やっていうことを言うんやけども、うんうん、そういう格好で亡くなるわけやな、うん、それ残念ですな。だからあの野口はその亡くなる直前なんかにはなんで自分がもう一回かかったんかわからないって、わからないわからないっていう、ということは研究が間違えてたんでしょうな、っていうことやね、うん、それからあのそういうなんであの亡くなったけども、それまでにとにかく3遍ノーベル賞の候補になったんだな。すごいですね、当時としては、うん、だからあの多分もうちょっと長生きしてたら確実にもらえてたんであろうと言われるんやけども、うん、逆に言うとそのちょうどそれで死んだ51歳っていう若い年代で死んでることで、あの変なその間で例えば、ま、あそういう学問っていうのは大きい間違いがあると、ええ、そこで非難されてあの失脚するっていうことがあるわけやけども、ありますね、死んでしもてるから それ以上追求しないっていうことがあって、うんうんうん、そやけども生きてる間の業績で、うん、あのこれは OK、 これは罰っていうもののあれがたくさんあるわけな。そうですね、良、うん、くも悪くも野口英世なんですか。そう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 、うん、だから そういう点ではすごいわね。まあ、野口英世っていうのは結構、うん、あの極端から極端走った人ですよね、うん、だけどあのちゃんとね、あの、お母さんが一遍とにかくずっ とあのアメリカ行ったきりやから、一遍会いたい会いたいっていう手紙をが来るわけな、ほんでそれで日本へ帰国した時にはちゃんとその千秋屋とか、うん、そういう小林っていうその教頭先生とか、うん、そういう何に懐中時計を送ったりして、うん、あのやってるしね、ちゃんと恩には報いたんですね、うんうん、ほんで千秋がアメリカへ来た時も、あのずっとアメリカ中案内して、うん、ほんでアメリカの大統領にまでその私の恩人や言って紹介してるわけ。ということは大統領とここにもあったんですね、うん、ほんでそやから千秋はあここまでしてもうたから、うん、今までのあれはあのみなチャラやと、おおいくやと、この人もすごい人ですねと言うけど、まあ野口はいやいや一生の恩人ですって言ってまあ言うんやけどね、うん、なるほど、うん、ほんでそのお母さんがそのアメリカへあの送った手紙なんかが、ちゃんとその野口英世の記念館に残ってんやけども、うん、それ見たらやっぱりもうたどたどしい、それから方言混じりのね、うん、あの写真でも写真って書いて書いた、手紙に方言で書くんですね。それから結局それしか知らんわけんか。ああ、なるほど、うん、それからもうそういうなんで、それでその手紙を野口英世が見た時に
いや、お母さん字が書けるんやってびっくりしたっていう話。お母さんも努力してたんですね。うん、そうやね。いや、うん、ほんまね、野口英世は長生きしてたらどうなるかちょっと個人的には気になったんですけどね。そうやね。ただ、黄熱病が結構間違えてたんで、これ叩かれてたのか、うん、自分で解決させたのか、ちょっと見物であった、うん。と僕は思います。だけど、まあ、黄熱病っていうのが一番有名やわな、うん、野口英世ではな。まあ、いろいろ他の研究もあるんですけどね。うんうん、なんか他の研究はいっぱいあって、小児麻痺の病原菌とか。僕なんかは失意のうち亡くなったってイメージが強いですね。あ、それは本人はね、ええ、その、黄熱病でね、うん、途中で、うん、やったるぞっていう気があったわけやからね。うんうんうん、まあでも、こういう有名になったのも、ここで亡くなってたからってのも大きいかもしれない。そうそうそう、そやからそこで、ね、変、うん、欠点があんまり、いやいや言われずに、うんうん、済んだんでしょう。うん、しかし個人的に驚いたのは、うん、北里柴三郎との関係がちょっとあったのが驚きですな、うん、次の千冊ですわ。ああ、そうやね。そう考えるとね、お札の歴史見てるのは面白いですな、うん、野口英世って偉大な人物だけど、こういう面白い人間性、うん、人間臭いことを見ると、うん、歴史というのは面白いと思いますね、うんうん、またその偉大な人っていうのはそういう様々なね、うん、もう弱点もあって、うん、それをカバーする努力も自分でもしてるわけやし、そうね、うん、で助けてくれる人もいると。そうそう、ほんでそんだけ助けてくれる人がおるっていうことはね、うん、やっぱりね、その人間的な魅力がものすごくあったんやと。ということでしょうな。まあ、うん、ほんで野口英世も手を悪いしてるんで、そのコンプレックスで遊んでたかもしれないと、うん、まあ、そう考えたら、ただ歴史を学ぶんじゃなく、こういう話を知って上で学んでいきたいですな、うん、皆様は野口英世はどう思われますでしょうか。個人的には千冊より一万冊が好きですけど、皆様はいかがでしょうか。まあ、お札のエピソードで知りたいことがありましたら、コメント欄にいろいろ書きくださいませ。見てくれてありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。